ウクライナ軍のクリミア半島に対する大規模反撃開始を警戒して、ロシア軍がメリトポリやヘルソンの市民の避難計画があるとの情報を入手したよ。これは避難計画というよりも、クリミアに対するハイマースからの大規模攻撃防衛のために市民を盾にしているだけだと言われているな。ロシア軍が考えてそうなやり方だよね。さて今回はそんな大規模反攻のための避難計画について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。西側諸国の戦闘機や戦車などの支援によって強化再編されたウクライナ軍の大反攻が近いと噂されている。ウクライナ南部のザポリージャ州とヘルソン州において、ロシア政府によって住民が強制避難をさせられるとの情報をウクライナ軍参謀本部が4月8日に明らかにしていて、昨年9月に両州の併合を宣言したロシアが退避の名目で住民を連れ去っていると報じられたよ。ザポリージャ州のメリトポリでは、ここ最近爆発が相次いでいて、ロシア側からはウクライナ軍による攻撃であると主張されており、4月下旬にも住民を強制退避させることになるとの情報を拡散させているね。ウクライナ参謀本部では、メリトポリなどにおいてロシア行政当局が、住民に対してロシアが発行したパスポートを所有しているかどうかの調査を進めているが、ロシア派住民と違う住民の洗い出しを急いでいるのではないかとされているな。そして、ロシアのパスポートを一応所有している新ロシア派の住民をロシア本土の安全な地域に移動させ、所有していないウクライナ支持の住民に関しては攻撃されたくない要所に集めて人間の盾とするか、あるいはクリミア半島に移動させてウクライナ軍のミサイル攻撃などを阻止するための準備を進めているのかもしれないぜ。現在、退避中のウクライナ側のメリトポリ市長であるフェドロフ氏は4月6日、同市に設置されているロシア軍拠点で複数の爆発があり、犠牲者が出ているとテレグラムに投稿していたんだ。ロシア側は、この爆発に関して、アメリカから供与されたウクライナ軍のハイマースによって攻撃されたとしており、飛来したロケット弾全6発を迎撃し、被害や死傷者は出ていないと主張しているよ。メリトポリはロシア本土につながるドネツク州とヘルソン州からクリミア半島を結ぶ、ロシア軍にとって重要な補給拠点であることから、ウクライナ軍が計画している春の大規模反攻作戦を前に爆発などが相次いで発生しており、南部戦線におけるロシア軍の補給路遮断を狙っている可能性が強く、反攻の目標が南部戦線である確率が高いとの見方が広がっているね。南部ザポリージャ州におけるウクライナ軍の反攻を示唆する証拠としては、これまでロシア軍の占領下にあったオレボボ近郊の地域に、ウクライナ軍が進出していることを示す動画が SNS にアップされているみたい。その動画はロシア側がアップしたもので、ウクライナ軍の陣地に向けてロシア軍がドローンを使って投降を進めるチラシを巻いている様子が撮影されており、その映像の背景からバシリカからオレボボを結ぶ幹線道路である T812 がウクライナ軍の支配下にあると判明できることから、これまでウクライナ軍が陣地を設置していた地点よりもさらに南へ 5km ほど進軍していたことが明らかになり、これまでロシアの占領下にあったノボニリフカもウクライナ軍が奪還した可能性が高いと言われているんだ。また、最近の SNS では、このオレボボ近郊やドニプロ川沿いのバシリウカの近郊で撮影された動画や画像が増えていることから、この地域がこの先のウクライナ軍の大規模反攻の目標地点であるとする説と、あるいはどこか他の地域での反攻計画を偽装するためにフェイント的な投稿をしているのではないかという説が飛び交っていて、どちらが正解であるのかは不明であるが、ウクライナ軍の動線を推理する上で興味深い情報として注目されているぜ。ウクライナ軍が西側諸国から供与される予定の戦車や装甲戦闘車両などによって新編成された、総兵員数4万人の機械化旅団を投入する先について、様々な予測が立てられているけど、中でも特に有力視されているのは、ウクライナ南部の州都ザポリージャを拠点としてドニプロ川の東岸沿いからドネツク州南部までのラインで、この戦線を突破してそのまま南進してアゾフ海まで突き進む作戦だね。この作戦によってロシア本土とヘルソン州及びザポリージャ州に展開しているロシア軍部隊との連絡を遮断することができ、
クリミア半島を含めた地域への補給を断つことにもなり、さらにアゾフ海沿岸のペルジャンシク周辺に到達することができれば、アメリカから提供される予定の射程 150km とされる通称 GLSDB と呼ばれるロケット弾によって、クリミア半島とロシア本土をつなぐクリミア大橋を攻撃して破壊することができるってわけ。あのクリミア大橋を破壊すれば、ヘルソン州、ザポリージャ州、クリミア半島のロシア軍もろとも孤立することになり、補給を断たれた末に降伏せざるを得なくなるという構想だね。最近、オレホボ付近でウクライナ軍が見せている活発な動きは、ロシア軍が構築した防御陣地の弱点を探り出す威力偵察であるとも考えられており、その行為はメリトポリやペルジャンシクと幹線道路で繋がっている交通の要衝であるトクマクを奪還すると見て良いんじゃないかな。もしくは南部戦線ではヘルソン州を流れるドニプロ川を溶かして、防御陣地がおそらく手薄なヘルソン州からクリミア半島北部のジャンコイやメリトポリを目指すかもしれないな。ただし、ウクライナ軍にはドニプロ川のような大河を渡過できる能力がないことをアメリカ側が密かに指摘していることから後者の可能性は低く、橋を利用するといってもドニプロ川に架けられていたアントニフスキー橋とその隣の鉄道橋は過去にウクライナ軍が自ら壊滅状態にしていることから、残るノバカホフカの水力発電所のダム上を通る橋がどれほど損傷しているか次第だと思うぜ。このダム上の橋についても、昨年8月にウクライナ軍がハイマースの長射程 GPS 誘導ロケット弾によって大型車両が通行できないほどの穴が開けられていたけど、その後ロシア軍によってダムが崩壊しない程度に破壊されたとの情報もあり、戦車を含む大部隊は渡れないと推測するよ。さらにドニプロ川の河口にあるムイコラーユ州のウチャコフから対岸のヘルソン州キンバーン半島に溶かする動きがあったことに関しても、アメリカ軍による水陸両用作戦のサポートがなければ難しいので可能性は非常に低いってわけ。以上のことから南部戦線で機械化部隊による大規模反攻作戦に関しては、オレホボからトクマク、あるいはドニプロ川沿いにあるカムヤンスキーからバシリカを経て、ミハイリフカとトクマクを奪還する作戦が最も有力視されているな。また、今回も昨年9月にハルキウ州を奪還した時のように、南部戦線におけるアゾフ海内通作戦を陽動として東部戦線に新編成の機構部隊を投入して、バフムート周辺のロシア軍を駆逐した上で、昨年7月に制圧されたリシチャンシクとセベロドネツクを奪還する可能性も考えられるぜ。これでロシア軍が総崩れになれば、ルハンシクまでウクライナ軍が一気に到達できる可能性が高まるほか、バフムートから南下してドネツクを北と西から挟み撃ちすることもできるよね。しかし、この地域はもともとウクライナの新ロシア派武装勢力の拠点であったため、ウクライナ軍を侵入者とみなして抵抗すれば、逆にウクライナ軍が兵站を断たれることになり、さらにロシア本土に近いことでロシア軍への補給が容易であることから東部戦線での反攻の可能性は極めて低いだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。